千葉県知事候補者、ベーシックインカム党、後藤輝樹十八歳、公歴百四十二年、父・金吾、母・浩子との間に生まれる、横浜育ち、在日南カラフト人二世、彼女との馴れ初めは、昨年の都知事選挙。では 後藤輝樹さんの政見放送です十分なコロナ対策をしているためマスクを外させていただきます千夏さん大好きです僕はあなたが大好きです愛していますこれまでもこれからもずっとずっと愛していますあなたの好きなところ 心がきれいなところ、明るいところ、優しいところ、些細なことではしゃぎ、宇宙一心地よく笑うところ、かわいいところ、きれいなところ、真面目なところ、勉強熱心なところ、前向きなところ、無邪気なところ、幼いところ、度胸があるところ、切符がいいところ、家族を大事にするところ。 社交的なところ、働き者なところ、仕事が早いところ、僕に合わせて電子レンジや加工食品を使わず、浄水器を使い、添加物無添加の安心安全な宇宙一おいしい手作り料理を、愛情料理を作ってくれるところ、物覚えが早く、何をやってもセンスがいいところ、こだわりを持っているところ、情が厚いところ、一途で芯が強いところ、誰に指示されるわけでもなく、掃除や洗濯を率先するところ、綺麗好きなところ、気が利くところ、人の痛みが分かるところ、 俺が普通と違うことをしても否定せず受け入れてくれるところ、臨機応変で柔軟な考え方ができるところ、別れた彼氏の悪口を言わないところ、たまに喧嘩もするけど同じようなことで喧嘩にならないよう修正してくるところ、学習能力が高いところ、中学2年生までサンタさんを信じていたところ、犬とか猫とか虫とか自然が大好きなところ、 千夏つが子どもの頃親にプレゼントした手紙などを千夏のお父さんが仕事のバッグに入れて働いていることを知り育ててくれた両親に感謝の気持ちを抱くところ小学3年生の時捨て猫をこっそり拾いもらい手を1人で見つけて2匹の子猫の命を救ったところ小学4年生の時クラスでいじめられている子をかばったところあなたの好きなところはまだまだたくさんたくさんあります。 いじめられている子をかばったせいで、中学卒業するまでずっといじめられてしまったけど、自殺しないで生きててくれてありがとう、俺と会うまで生きててくれてありがとう、これからは俺が地夏を守ります、去年、あなたは1人で上京し、コロナ禍で実家にも帰れず、社会人として1人、寂しい思いもしたかと思います、でももう1人ではありません、俺がいます、真面目で責任感あるあなたは、理不尽な仕事でも、体が悲鳴を上げるまで頑張ってしまいますが、 これからはそうならないよう、俺があなたを支えます。夏のひまわりのように明るく、誰よりも人に優しく、忍耐強くて、普段弱音を吐かない君が、会社でパワハラされていることを号泣しながら打ち上げてくれたとき、俺が君を守る、より一層強く思いました。コロナ禍で人と人との距離を取らされ、密になることがはばかられる世の中ですが、二人の中は親密になれました。コロナさん、ありがとうございます。コロナさんは、 愛のキューピットいろいろと大変なご時世ですがコロナさんのおかげで今があります僕は今が一番幸せです感染しようとしまいと一連拓殖千夏さんずっと愛しています人に興味がない僕がここまで引かれたのは初めてです別れた彼女に申し訳ないです今まで僕を好きになってくれた方愛してくれた方本当にごめんなさいそして僕はもう死んでも構いませんあなたを幸せにできないのなら私は自決します そのくらいの覚悟であなたを愛しています。あなたの振る舞いを見て勉強させていただいています。人として成長させていただきありがとうございます。いつも尽くしてくれて感謝しています。今までも幸せな人生を過ごしてきましたが、これからは今まで以上に幸せ確定です。幸せすぎて本当に申し訳なく、これまで以上に世のため、人のため、恩返しのため、精進させていただきます。少しでも多くの人に幸せをおすわけできるよう、私は選挙に立候補し続けています。 千夏さんのお父様、お母様、ご家族の皆様、千夏さんを産んでいただき、育てていただき、ありがとうございます。千夏さんは、俺が幸せにします。そして、あなたと巡り合わせてくれたこと、社会の皆様、地球の皆様、宇宙エネルギー、感謝しています。不倫、DV、金銭問題、性格の不一致など、結婚して幸せという話を私は聞いたことはありません。結婚は人生の墓場とネガティブに捉えられてしまうことがありますが、人生の墓場があなたなら、最高です。 悲しみは半分に、喜びは二倍に、結婚することでさらなる幸せが広がります。私は事実婚も一夫多妻も肯定するような男ですが、皆様にも結婚したいと思っていただけるよう、結婚というものをポジティブなイメージに変えてみせます。ファ私のファーストレディーはあなたしかいません。千夏さん、俺と結婚してください。 これまでもこれからも変わらぬ愛を誓います俺と一生一緒にいてください人として政治家として結婚することの素晴らしさを結婚が最高の墓場であることを証明いたします2人で支え合い温かい家庭を作り宇宙一幸せな夫婦になります良い時も悪い時も止める時も貧しき時もやめる時も健やかなる時も妻として愛し敬い慈しみ死が2人を分かつまで低操を守ることを誓います 公暦2681年3月1日、後藤輝樹より愛を込めて。千葉県知事候補者、ベーシックインカム党、後藤輝樹さんの放送でした。